前回までのネルケの伝説の錬金術師たち、新たなライチを開く。さあ始めましょう。失礼するよネルケ嬢。いや失礼しないでごめん。おお、ローマさん、ちゃんとノックをしてから入ってよネルケのこの驚き方、うわおや、すまないね。一刻も早くやってこようと急いでいたものでね。不覚でした。お屋敷の中に案内した瞬間姿を消してしまって。説明しよう。ゲームタイトル50音縛りとは、プレステ4、プレステ3、スイッチのゲームの最初の文字を50音に当てき、合計44本のゲームをやっていこうという壮大な縛り内容である。タイトルの最初のカッコの中の50音が現在やっているゲームタイトルである。お、来ましたね。課題その4。活気のある街に発展させよう。活気のある街ね。大きな施設を2個作れとか載ってたね。あそこの女の子、尻尾がある。にゃ、ドラに何か用かにゃ。用かにゃ、かわいい。あ、かわいい。やめとけ。そこやめ。え、その耳と尻尾って、本物ですか？またその質問かにゃ。この世界に来てからみんなその質問ばかりにゃ。この世界に？もしかしてあなたは？あ、ノル見つけた。だね。リータクレイモ、よかったにゃ。二人とも来てくれたのにゃ。ノル、猫の特徴を持つ半人前錬金術。そりゃお前一人を放っておくわけにはいかないからな。俺がいた方が戻るための道具も作れる可能性が高いだろ。ありがとうにゃ。二人とも来てくれて安心できるにゃ。何この可愛さ。あかん。あかん。これ ASMR みたいな感じで支えられたら俺はやばいわ。おそらく付き添いの人が見つかったみたいでよかったですね。あなたは？私はネルケ、このベストバルトの担当管理官です。お二人はこちらのノルちゃんのお知り合いなんですか？あ、はい、私はリータで、こっちはクレイン。リータ・ブランシモン、秘密を抱えてしまうぞ。クレイン・キースリン、バラの力を感じられる錬金術師。よろしくお願いします。ね、でも、驚きました。ノルンちゃんみたいな種族初めて見ましたから。もしかして皆さんは異世界から来られたんですか？異世界？そうか、ここは異世界だったのか。異世界から人が来ることって普通なんですか？いや普通じゃないと思うよ。パラレルワールドやん。いいえ、そんなことはありませんよ。ただ最近そういう錬金術師の方とよく会うんです。なるほど、ここにも錬金術があるんですね。もしかしてクレインさんたちも錬金術師なんですか？いや、錬金術師は俺だけです。遺跡で見つけた装置に触ったらいつの間にかここにいて。遺跡で見つけた装置に触ったらよ、そんな怪しいもん触れるわ。ごめんにゃ、ノロのせいで。いや気にしなくていいよ。それよりなんとかマナが多い場所を探して帰る手がかりを見つけないと。マナ？それは一体、この世界ってマナはいないんですか？マナはいない。いや、どういうこと？マナという物質、物質じゃない。空中に漂うマナみたいな感じじゃなくて、いないってどういうこと？すみません、私は聞いたことがありませんね。そうなんですか。うっすらと力を感じる場所があるので、そこを目指そうと思ってたんですが。けど、全然つかないのよね。何か結界でもあるのかしら。それって、もしかしてグランズバイトの木かも。そのマナって、どの方角ですか？あっちの方角ですけど、どうしたんですか？それに、グランズバイトの木って。あ、すみません。つい焦ってしまって。グランズバイトの木というのはですね、
なものがあるんですね。ねえクレイ、まずはその木を探した方がいいんじゃないかしら。ここには他にも錬金術師がいるみたいだし、帰る方法の相談もできるかもしれないわよ。うん、それもそうだな。じゃあしばらくはここを拠点にするか。ノルも実が食べられるように頑張ってお手伝いするにゃ。かわいすぎかよ。あかん。ありがとうございます。元の世界と家庭は違うかもしれませんが、よろしくお願いしますね。クレイン、ディータ、ノルンが村の一員になりました。なるほど。あー、ずっと横にいてほしい。さて、まずは何から始めるか。とりあえず、またマナの力を感じる方向に行ってみる。あまり下手にここから出ない方がいいんじゃないか。この錬金術師の話を聞いて、あら、二人ともこんなところでどうかしましたか。こんにちは。メルキさん、これからどうやって帰る方法を探そうか考えていたところです。とりあえず、この錬金術師からは情報収集をしようかと。なるほど。そうだ、私も休日は外へ調査に出かけたりするのですが、一緒にどうですか。ごめんなさい。あ、ごめんなさい。誘ってくれて嬉しいですけど、遠慮しておきます。おい、リータ、いや、そんな遠慮しなくてもいいのに。大勢で調査に出かけるのも楽しいものですよ。いや、会った時のも言ったように、ここはまだ俺たちの力の源が不安定なんです。そんな状態だと足手まといになっちゃうから、私たちは私たちのペースで調査をしますよ。そうですか、少し残念ですが、皆さんの邪魔をするわけにもいきませんしね。それじゃあリーダー、早速情報収集を始めよう。じゃあね、ネリケさん。ガードは硬かったか、どうした、クノス。こんにちは。クノスさん、この間ミスティと言い合いになっていた事情を聞きました。そうですか、すいません、足場目つきで行動したばっかり。ミスティを怒らせてもらって、ネルキさんを気を悪く乗せたんじゃありやすいか。そんなことはありません。アースミル村が困っているのは事実ですし、黙って見ていたくもないんですが、具体的に何ができるのか、私も考えあぐねて いるところなんです。どうすりゃいいんでやす、いいんでやすかね。お、どうしたローダス。いやー、いやあ、二人とも深刻な顔してどうしてるかな。あら、ロータス。こんにちは。ご苦労さんです。そういや、最近姿が見えませんでしたが、どこか行ってたんですかい。隣のアウスビル村にちょっとね。え、アウスビルへ。それはまた一体どうして。別に、ちょっと気が向いたんで、運動がてら歩いてみたらさ。わざわざ歩いたんですかい。道も悪い上にたっぷり半日はかかるってのに。ああ、おかげで。よし、パンパン、汗だく、泥まみれさ、いい男が台無しだよ。ちょうど私たちもアウスビル村の話をしていたら、点々点のところが気になる。めっちゃ気になる。それは奇遇だ。どうでしたか、アウスビルの印象が。罪悪だね。貧乏だとは聞いていたけど、あれほどだとは思わなかった。とにかく楽器がない。単純に人が少ないだけじゃなく、先行きに希望がないのがありありと見て取れた。このままじゃ無理は自利、村は自利品だよ。いずれ潰れてしまうだろうね。そんな、あら、あら、まったくもったいない。せっかく発展する要素があるのに。えって、それはどういうことですかい。だって村から見える景色は最高じゃないか。村人にとって当たり前の風景だから気づかないんだろうけど、参考する可能性は十分にある。ベストバルトに引っ越してきた人たちにとってのいいご用事になるだろうね。そうだ。それに例のメイド学士、あれもいい。ミスティの母校のことね、ちょっと覗いてみただけだけど、生徒たちがしっかりしてて教育が行き届いてるのがよく分かった。ベストバルトが発展すれば、あそこに子供を通わせたい親も増えるだろうね。問題は交通の便が悪すぎることだ。あの、悪路かな。歩いて半日、バスでも数時間はかかる。せっかく魅力あるのにな。いや、全くもったいない、もったいない。ロータスさん。え、なになに？今のいいヒントになりやしたよ。そうか、楽に行けるようになりゃいいんですよね。ありがとうございます。早速、村人たちと相談して知恵を絞ってみます。そうっすか。おお、走ってった。
やれやれ、クロスとのは愚直な人だ。羨ましくもあるね。ロータス、あなたアースビルバラの事情を最初から知っていたんでしょ。さあね。ありがとう。あなたなりに考えようとしてくれたのよね。ありがとう。少し見直したわ。見直されてるよ。ねえなんて言ってもらう必要はないよ。審査官として管理官が悩む姿は見たくないだけさ。だからそれが気になる。何その点々点々は。で、ちょっと待って。課題生きてるよね。4。大きな施設を2つ以上建築しよう。むずくね、これ。金ないぞ。大きなってことやから、おそらくやね。結婚式場とかそこら辺のこと言ってんじゃないかなと思うよ。スーパー、ありがとう。え？無理じゃね？うん。プニプニ玉20個ーい！やばっす。まだできひんわ。どっちみちできひんわ。コメートの錬金粘土がいるんで、ピュアオイルがいると。うわ、いっぱい寄るわ。いすぎや。やめるや。やめるや。マジでやめるや。なるよね。レディーとスールだけ行って、あと、ちょっと、行きますか。探索の方に。探索というか、調査の方にね。お、何かが、シュティレ級回廊が解禁されました。クズ鉄精霊石。お、妊娠取れるやん。気まくれ、いちご。気まくれなんかよ、いちご。そんな、いちごいらんわ。大きかったり小さかったりするんかな。そういうことじゃないと思う。レディーとスール行ってから行きましょう。リリーちゃん、お仕事の調子はいかがですか？はい、順調ですよ。今まで見たことないような素材もあって面白いです。それは良かったです。いろいろと勝手が違うかと思って心配してたんですよ。アトリエはすごく使いやすいですよ。釜もちゃんとしてますし問題ないです。それに長旅自体も初めてですけど、今までいろんな場所に行きましたからね。自分のアトリエ以外で調合した経験もあるので、そんなに不便は感じません。そうでしたか。それなら良かったです。ただやっぱりスーちゃんがいないと寂しいなって思っちゃうことは多いかもしれません。リリアとスーやもんな。今までずっと二人一緒でこうやって一人でお仕事することってなかったので。そうですね。お二人は仲がいいので余計にそう感じるのでしょうね。あとちょっと心配かな。スーちゃん一人でちゃんとできてるのかなって。スーちゃんお片付けとかいろいろと苦手なことも多いから。そういうところはリリーちゃんがお姉ちゃんっぽいですね。しっかりしてるというか面倒見がいいというか。そうかもしれませんね。ただ私もスーちゃんに頼っていたところはたくさんあるんです。スーちゃんは何をするにも勢いがあるから、私もそれに引っ張られていくというか。なるほど、確かにそういうところはありそうですね。スーちゃんはすごく元気ですから。そうなんです。今まではそんなスーちゃんに頼ってしまっていたところがあったんです。だから私は私でちゃんとスーちゃんから自立しないといけないと思ってたんです。今回、一人でもちゃんとできるってところをスーちゃんにも示せるように頑張ります。そうやって頑張っていけば、もっと大きなことができるようになると思うから。その息です。それじゃあ私もお二人の成長をしっかりと見届けないといけませんね。はい、よろしくお願いします。リリーの経験値が増加した。ありがとう。で、あとスール行ってね。探索の方行きましょう。調査の方ね。探索ではなく調査。スーちゃん、お仕事は順調ですか？いろいろと勝手が違うと思いますが。このくらい大丈夫ですよって言いたいところですけど、大変です。調合する環境は全然大丈夫なんですけど、やっぱり
リリーがいることに慣れすぎちゃってて二人ともそうやろなと。特に採取が大変です。採取が大変採取ですか。やはり一人でやると大変ということでしょうか。いや、その実は私虫が苦手なんです。だから虫が情報に必要な時は採取も情報もリリーにお願いしてたんですよ。でも今は一人だからモルガンガに行く時はいつもビクビクしてるんです。そうだったんですか。苦手だと大変かもしれませんね笑ったんで。ああ、今私が虫が苦手なのおかしくて笑いましたねごめんなさい、あまりにも意外だったもので。そんなに笑ったら失礼やぞ。どちらかというとリリーちゃんの方が苦手そうな印象でした。リリーは全然平気ですね。双子ですけど好き嫌いは結構違うんですよ。だから今まではお互いの好きなこととか得意なことを生かして頑張ってきたんですけど、いつも一緒にいるとは限らないからお互いにもっと成長しないと。それで勝負しようと思ったんですね。はい。あ、でも私は負けるつもりはないですよ。やるからには絶対勝ちますやる気満々ですね。二人とも応援してますよ。そこはスーちゃんっていうところじゃないですか。今回私は審判ですからね。こういうところも平等にしますよ。じゃあ、でもそれなら安心ですね。私は全力で頑張るのみ。けなげやな、けなげやな。聞いてる間ずっとそれを思っとったマジでけなげやな。じゃあ何か増えてるってこと。マリーとビオラートね、行こうとは思うけど、あーノルン、これかちょっとね、やばい、やめた方がいい。それはやめた方がいい。調査行きますね。ベンリルのさ、いやー、なんか来た。調査後、地獄リア後、さらに翌日となる特別なルートへと進むことができます。バトルルート、6番目、強力な敵と戦闘を行う戦闘並みのルートです。ボーナスルート、7番目、調査地内で主要な素材が取れる最終ルートです。強くなったら挑戦して、キャラクターのレベル上げや採取、派遣などに活用しましょう。へぇー。ちょっと解放しとこう。あ、間違えた。間違えた。決定ね、決定ね。それだけやっといて、ラベナスバット。ちょっと待って、何やったっけ。町の声、あ、達成済み、あ、ごめんごめんって。お、やった、うまくいったね。ごめんね、ごめんね。次でいけるね、これはね。ラベナスバットか。シードキャスターってどこに出てくんの。ちょ、マジわからんねんけど。あ、あった、ここに出てくんのか。なるほど、わかった。オッケー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 。なら、ここ行こうか。2000! どうしようか迷った。マジで迷ったわ。やめろ、そういうの。これはいいかな。うん。10人いいやろ。これ、行って大丈夫か?まあ、行ってみよう。見てみよう。こんな場所にも道があるんだから本当にすごいよね。戦闘になってもいいし、ちょっと素材がたっぷり欲しいよね。うん、ずっと歩いとこう。あとでこっそり食べちゃおうかしら食べたあかん、食べたあかん。火の元素が取れるか。疲れやした。こっちに移動させるかな。あら?そこの茂みで何かが動いたような、もしかしたら。もしかすると、希少しかも使おう。ほら!何が取れた?逃がしてしまったわね。なんでいつも逃がしてしまうんや。
でもいろいろと役立つようなものが手に入ったわ。そういう問題じゃない。そうね。どんなものをお願いしようかしら。戦闘じゃないんかい。わからんわ。やめろ、そういうの。さあ。どんどん進みましょう。うん。アイテムが出てくる。ちょっと待って。全然戦闘来ない。おかしい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 。あ、来た。おかしいってなってる。あ、ちょうどいいや。うわ。うわ、えぇー。えぐい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 。大変でほしい。いや、大変でほしいよ。ほんまに大変でほしい。よし。私に任せて。お、ナイス。クノスにやる。さあ、これで一段階ずつ上がるから。えぐい、うお。コッパめじんでさ、あ、マジで？まだ残ってるんか？ほらー、なんやって？キノコクラフトで終わった。よし、あ、なんやってちょっと残んのかい？でも大丈夫。オッケー。はあ、怖。お、なんだ？固定のたまり。そんなん取ってたっけ？取ってたっぽいな。ニュートが持ってない素材があったら、いろいろと試してみたいな。よーし、まあなんとかいけたんで、あ、黄金木の葉ね、黄金でできた木の葉、その見た目の美しさから観賞用として木を購入し栽培する貴族も多い。また薬の材料として使えることから落ちた葉を売る者もいる。おー、で、精霊石、精霊の力が宿るとされている石。賢者が名付けたと言われているが、なぜこの名前を付けられたのかという記録は何も残っていない。錬金術の材料にすると不思議な力をつけられる。なるほどね。で、気まぐれイチゴね。同じ見た目にもかかわらず、個体ごとで味の差が大きいという珍しい性質のイチゴ。あ、そっちか。味の差か。大きさではなく、味の差ね。特徴の甘さのもの、すごく酸っぱいものなど、当たり外れの差が大きいため、パーティーゲームに使われることが多い。あー、ありそうよね。クズ鉄ね。鉄、何かに使われていた鉄の塊。このままでは、ほとんど価値はないが、溶解して再利用したり、錬金術の材料にしたりと使い道は多い。なるほどね。で、人参で、煮てよし、焼いてよし、いろんな料理に合う王道の癒やす。少し、味に癖があるが、栄養満点で薬の材料としても利用される。その、鮮やかな色を染料として使う錬金術師も多い。なるほどね。オッケー。平日。よし。お、なんだ？追加された施設。普通の武具屋。お、武具屋あんの？お、マジかよ。お、鉱石。武器、防具を販売できる。おー、なるほど。んで、木製プランターで。ドラゴンの像、あ、俺の像かな、俺の像、いや違う、やるだけやる。施設に配属されしたキャラクターの獲得経験治療。なるほどね。オッケーオッケー。ドラゴンという言葉に反応しすぎやで。武具屋での売上額がいっぱいあったと。なるほどね。ベストバルカにいらっしゃった錬金、あ、何か来た。トロフィー来た。ありがたい。方が以下のレシピを提供してくださったと。あ、バトルメイル。モフコ、じゃあ分かって言えてん。モコフットって付き合う。モフコットね、モフコットね。オッケーオッケー。あ、クラフト。作りたい。すげえ作りたいが、まだ、何もねえ。ね。何もねえね。
し、これで半分くらいまとまったかな。ソフィーさん、先ほどから熱心に書いていましたね。もしかして新しいレシピですか？いえ、違います。これまで他の人から教えてもらったレシピをまとめていたんです。ここに来てから学ぶことが多いので、一回整理したいなって思って。それに今までの旅で学んだものもまだ整理できてなかったので、一緒にまとめていたんですよ。旅の記録ですか？今まではあまりまとめてなかったんですね。はい。